アレクサンドル・ボルコフは、ロシアカリーニングラード出身の男子プロテニス選手。主に1990年代前半に活動し、1993年の全米オープンで男子シングルスのベスト4に入った選手である。シングルス自己最高ランキングは14位。ATP ツアーでシングルス3勝を挙げたが、準優勝が8度あった。男子テニス国別対抗戦、デビスカップでもソビエト連邦時代から国の代表選手を務め、ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア代表として活躍した。身長187センチメートル、体重79キログラム。左利きの選手。ボルコフは10歳からテニスを始め、1986年にソビエト連邦選手権で準優勝したことがある。1987年のウィンブルドンで4大大会にデビューした時、ボルコフは世界ランキング503位であったが、予選3試合を勝ち抜いた後、初めての本戦でいきなりアンダースやリードとの4回戦に進出した。翌1988年、ボルコフはオリンピックのソ連代表選手として1988年ソウル五輪出場を果たす。その後1991年にソビエト連邦の崩壊が起こり、カリーニングラード生まれのボルコフはロシア国籍の選手になった。彼は1992年全米オープンで初めてのベスト8に勝ち上がったが、ここでは第3シードのピート・サンプラスに4から6、1から6、0から6のストレートで完敗している。1993年の全米オープンでアレクサンドル・ボルコフは第14シードから勝ち進み、ロシア出身の男子テニス選手として史上初の全米4強進出を果たした。ボルコフは2年連続の進出となった準々決勝でオーストリアのトーマス・ムスターを7から6、6から3、3から6、2から6、7から5のフルセットで破り、ロシア人選手としての初舞台に進んだが、準決勝でまたもやピート・サンプラスに4から6、3から6、2から6のストレートで敗れ、決勝進出はならなかった。翌年の1994年全米オープンでは1回戦でカレルノバチェクに敗れ、ボルコフは世界ランキングを大幅に落としてしまう。ボルコフはキャリアを通じて男子ツアーでシングルス3勝を挙げたが、8度の準優勝がある。最後の決勝進出は1997年1月の中国上海大会であった。彼の最後の男子ツアー大会出場は、同年にモスクワで開催されたクレムリンカップでシングルスダブルスとも1回戦敗退に終わった。現役最後の試合は1998年デビスカップのワールドグループプレーオフ対日本戦であったが、ロシアが日本を3勝1敗で退けた後、ボルコフは勝敗決定後の最終第5試合で本村5-1との試合を3から6のみで棄権している。引退後は指導者として活動、マラトサフィンのコーチを務めたこともある。2019年10月19日52歳で死去した。ありがとうございます。